吉川駅から車で10分、吉川団地の中にある吉川フラワー保育園です。0歳から5歳までの児童を受け入れていて、定員は60名です。2019年4月に吉川エンゼル保育園の姉妹園として開園しました。吉川フラワー保育園では、一人一人が愛されている自分を感じる保育を目指し、60名の児童と先生たちの距離が近く、こじんまりとした保育園です。特に乳児は0歳児3名、1歳児6名、2歳児9名と少ない人数で丁寧に関われるように心がけています。そして一人一人の子どもたちが、自分はこの園で愛されているんだと感じられるように寄り添い、日々保育を行っています。吉川フラワー保育園の一番の自慢はこの広い園庭です。子どもたちが思いっきり走ったり、ドッジボールをしたりして、十分に体を動かすことができます。また、全クラスが園庭に出ている時間もあり、上のクラスの子どもたちが下のクラスの子どもの面倒を見てくれています。そんな異年齢の子ども同士での関わりが持てるのも、吉川フラワー保育園の魅力の一つです。春にはダンゴムシやチョウチョ、夏にはセミ、秋にはトンボがたくさん飛んでいて、子どもたちは夢中になって虫捕りをしています。虫が苦手だった子も興味を持ち、触れたり観察して楽しんでいます。園の近くには公園がたくさんあり、お散歩に行ったり自然に多く触れています。吉川フラワー保育園では外部講師による指導を行っています。英語では0歳から5歳が月に一度英語のレッスンを受けています。ミュージッククラスの子も ABC の歌を口ずさんだり、天気の単語を言えるようになります。リトミックでは0歳から5歳が月に2回楽しく音楽と触れ合いながら、基本的な音楽能力を伸ばします。体操は3歳から5歳が月に2、3回行っています。鉄棒やマット、平均台などを使って楽しく体を動かしています。子どもたちはそれぞれの活動をとても楽しみにしています。給食室の窓は開くようになっていて、子どもたちと調理師の会話の場になっています。登園すると、今日の給食は何ですかと立ち寄ってメニューを聞いてくれる子もいます。調理室では安心安全な給食を提供できるように日々心がけています。またフラワー保育園の園庭の一角には小さな畑があり、年長クラスがさつまいもや枝豆などその年に育てたい野菜を決めています。さつまいもは毎年育てていて、収穫後につるは子どもたちが編んでクリスマスリースを制作して、芋は私たちと一緒にスイートポテトを作りました。子どもたちが家からお弁当箱を持参し、給食を詰めるお弁当箱給食を行っています。いつもと違う気分になり、子どもたちも嬉しそうです。普段野菜が苦手な子どもたちも食べられるように工夫をしています。フラワー保育園は少人数制ということもあるので、保育者と子どもの距離が近く、信頼関係を築くことができます。子どもたちができなかったことができた時の喜びや、子どもたちの笑顔を近くで見れた時はすごくやりがいを感じます。先生大好きって言ってくれたりとか、あとお友達におもちゃとか貸せなかった子が貸せるようになってたりとか、泣いている子がいたら慰めてくれたり、子どもが成長していく姿を見て嬉しいなって感じたりとか、笑顔で生活過ごせているところを見たりして嬉しいなって感じます。
園内はとても綺麗で感染対策もしっかりしているので安心して子どもたちを通わせられます。でもやっぱり先生方一人一人やっぱ子どもたちにすごい優しく接してくれて子どもの声もすごい聞いてくれるので子どもも心を開いてくれてで年長になった今では先生に何でも伝えられるようにもなりましたし毎日楽しく通ってます。フラワー保育園では子どもたちの様子が少しでも伝わるようにアプリを通して月に一度各クラスの写真を配信しています。保護者の皆様と共に子どもたちの成長を喜び時には悩み様々な成長プロセスを大切にしながら一緒に保育を行っていきたいと思っています。見学のご希望やご質問などお気軽にお問い合わせください。